1979年、1991年、2002年のアレッジ氷河の写真氷河の誘拐、または氷河の交代とは19世紀以降進行してきている地球上の氷河の誘拐のこと、地球温暖化によって引き起こされたと考えられている。関連する現象として永久凍土の誘拐がある。氷河にはいくつかの分類方法がある。誘拐の有無を基準とすると、 一年中全く溶けない新極地氷河夏には全域で表面が誘拐するア極地氷河表面を除いて一年中少しずつ溶け出している温暖氷河の三つに分類される。ア極地氷河と温暖氷河の誘拐は夏に最も早くない規模になる一方、温暖氷河の一部を除いて冬はすべての氷河で降雪により氷河に新雪が蓄積されていく。 この夏の誘拐量と冬の蓄積量の差を氷河質量収支、または氷河のマスバランスなどと言い,い、長期的な氷河の量の変動を見るためのデータとして用いる。氷河質量収支がほぼ例ならば、氷河の量は変化していないことになる。氷河質量収支に差があり、誘拐量が上回れば氷河は縮小していることになり、蓄積量が上回れば氷河は拡大していることになる。 この場合の縮小、拡大は体積のことを示しており、面積や厚さではない。氷河の変化を測定する際には、杭やロープにより印をつける、同じ地点で継続的に写真を撮る、あるいは現地で定点観測を行うという初歩的な方法はもとより、GPS 衛星による観測、航空機による空中写真、レーザーによる測定などの方法が用いられる。 2005年までの50年間の世界の氷河の平均、暑さの推移1550年頃から1850年頃まで、地球は太陽活動の低下が主因とみられる小氷期に入っていた。1940年代頃までは、この小氷期からの温暖化によるものとみられる氷河の誘拐が世界的に進んだ。しかし、1950年代から1970年代に、 かけてこれはペースを緩め、その後1980年代以降は再び誘拐が加速している。北極圏から南極圏の間の低位度、中位度地域では、鉱山の山岳氷河や氷冠といった形で氷河が存在している。大規模な氷河を有する地域として、ヒマラヤ山脈、チベット高原、天山山脈、ロッキー山脈、アンデス山脈、 サザンアルプス山脈、アルプス山脈、スカンディナビア山脈などがある。また、氷管を有する山として、キリマンジャロ、ケニア山、ジャヤボン、ミルヘルム山などがある。これらの氷河は現在いずれも後退していることが観測されている。世界氷河モニタリングサービスは5年ごとに氷河の状況をまとめた報告書を出している。それによれば、 1995年から2000年の間に、アルプス山脈の氷河のうち、スイスの110個のうち103個、オーストリアの99個のうち95個、イタリアの69個のすべて、フランスの6個のすべてが交代した。1870年に比べると、アーゲンティエ氷河は1150メートル、モンブラン氷河は1400メートルもそれぞれ交代した。全長11キロメートル、 厚さ400メートルとフランス最大の氷河であるメール・デ・グラースは130年間で8.3%分に当たる約1000メートル交代し1907年以降に厚さは27%分に当たる約150メートル薄くなった2004年から2005年の間にスイスの91個の氷河のうち84個が交代し7個は特に変化がなかった 南極、北極や高緯度地域では大陸氷河や海氷といった形で氷河が存在している。グリーンランド、シベリア、カナダ北部やアラスカ、北極海、南極大陸、南極海などに存在する氷は地球上の真水の氷の99%を占めるほど量が多い。南極や北極の氷河については大規模な崩落や氷山の漂流が報告されており、 特に、ラルセン棚氷の崩落は大規模なものであった。北極についても、海氷の縮小が報告されている。しかし、南極の氷床は、将来増加する、可能性も減少する、可能性もあると予想されているほか、1978年以降の南極の海氷面積には特に変化がないとされている。沿岸部の海標が誘拐すると、 沿岸部の氷河を支える力がなくなり、氷河の流れが速まり、誘拐も促進されると考えられている。さらに、沿岸部の海氷の誘拐が広範囲に及ぶと、海流によって海氷が動きやすくなり、海氷の誘拐がさらに促進されるということも考えられている。氷河の誘拐により考えられる影響は多岐にわたる。まず、洪水が発生することが考えられる。 高天によって誘拐が一時的にスピードを速めたり、雨によって大量の氷河が溶け出したり、氷河湖が崩壊したりすることで、下流に鉄砲水や土石流として大量の水が押し寄せるようなことが増加すると考えられる。実際にスイスのアルプス山麓の村では数十年に一度という洪水が起きている。また逆に誘拐によって氷河が縮小したり消失したりする。 ことで、夏季に溶け出す、水の量が減り、氷河を水源としている河川の流域では、水不足や渇水に見舞われるのではないかと考えられている。氷河はアルベドが高い。一旦、氷河が溶け出すと、アルベドが下がって、太陽光の吸収率が上がり、気温がさらに上昇し氷河がさらに溶けることになる。ただし、植物が生えるようになることで多少は軽減され、 気温の上昇によって蒸発量が増え、降水量も増える。増えた分が雨であれば、さらに氷河を溶かすが、雪であれば、負のフィードバックとなって氷河の体積を増やす。また大きな影響の一つとして、景観や自然環境の変化がある。氷河は観光資源にもなっており、スキー場となっているところもある。氷河が溶ければ、これらは成り立たなくなってしまう。一方で、 交代する氷河をあえて見学するエコツーリズムというやり方もある。自然環境の面では氷河に生息する生物の減少とそれに代わる生物の増加、氷河通る水を水源とする植物の減少や洪水、侵食による森林被害などがある。アルプス山脈のスイス国内の氷河面積は2017年時点で 約890平方キロメートルで記録が残る中で最大だった1850年頃より半減している。ローネ氷河では溶融防止のため断熱シートがかけられている。氷河溶融に伴う洪水や落石が目立つため、登山ガイドからはマッターホルンへの登山禁止を提案する意見も出ている。海水準変動を考えたとき、氷河の誘拐には大きく分けて2種類ある。 一つは海面上昇には影響がない海標の誘拐で、もう一つは海面上昇の効果が大きいリック氷の誘拐である。現在のグリーンランドと南極大陸の氷床が全て誘拐すれば海水面は80メートル上昇すると推定されている。ただし最新の予想では今後2100年までの海面上昇は0.18から0.59メートルとされている。 数十年以上にわたって氷河が交代し続けている原因には地球温暖化による平均気温の上昇や大気の流れの変化があると考えられている。ただし氷河の誘拐は右肩下がりで継続しているわけではなく変動に幅がある。これは気温などの変化が均一ではないこと、大気の流れや海水温、大気中の水蒸気量といった様々な要因が 氷河の誘拐と蓄積に関係しているためである。インターガバメントルパネル、オンクライメートチェンジ、グラフオブ20グレイシャースインリトリートワールドワイド。クライメートチェンジ2001、2006年2月14日、閲覧。インターガバメントルパネル、オンクライメートチェンジ 2. 2、2.2、5.4マウンテン、グレイシャース。クライメートチェンジ2001、2006年2月14日、閲覧。 トーマス MLG ワールドワイドグレーシャーリトリートリアルクライモット2005年3月18日閲覧ワールドグレーシャーモニタリングサービスホームページ2005年12月20日閲覧 MSNBC スイスグレーシャースコンティニューシュリンキングレポートファインズ2006年8月閲覧開票面積の長期変化傾向平成18年8月31日 気象庁地球環境、海洋部、グローバルビューズ、スイス氷河消滅の危機、名方平山論、公立くじ元、日経産業新聞2019年9月17日、ありがとうございます。